休憩前に引き続き再開いたします。次に、豊川誠議員に質問をします。豊川誠議員。 私は公明党の一員として先に通告した内容に従って順次質問をいたしますまず大項目目の1つ目は消費税引き上げ時の本市の対応について伺います消費税は原則としてすべての消費やサービスの売り上げを課税対象として消費一般に負担を求める国税であります 平成元年1989年4月以降の取引から3%の税率で導入されました平成9年1997年4月からは税率が4%に上がり同時に地方消費税といわれる都道府県税1%が導入をされましたそして合計5%となったわけであります平成 2026年2014年4月からは現在の8%という形になりました消費税の導入国は世界160か国ほどまで導入され OECD 加盟国の国平均の税収のおおよそ3割を占めると占めるとされております今回2%の消費税引き上げ で見込ままれる税収増は約兆円となります当初の計画では4兆円強を赤字国債の発行抑制に充て残りを高齢者支援を中心とする社会保障の充実に使う予定でありましたしかし税率を5%から8%に引き上げた2014年度は実質 GDP 国内総生産の成長率がマイナスに転落した経過を踏まえ、昨年、子育て世帯の負担軽減のため、増収分の1.7兆円を保育士の増員や幼児・高等教育の無償化などに新たに振り向ける方向性が決定をいたしました。また、消費税は安定した社会保障財源を確保するのが目的で、国の一般会計に占める 社会保障関係費は1990年度は11.6兆円から2018年度は33兆円と約3倍に拡大しました内閣府の試算では団塊の世代の方々がすべて75歳以上の後期高齢者となる2025年には41兆円に達し財政を大きく圧迫すると試算されております消費税増税増で 考えてていいかなくてはならなくははらことは逆進性であります消費税率が上がると低所得者ほど収入に対する食料品などの生活必需品購入品の割合が高くなり高所得者よりも税負担率が大きくなるということになりますその緩和策として今回から導入が予定されている軽減税率の運用は重要であります軽減税率は 標準税率より低く抑えられた税率のことで低所得者の相対的な負担割合を緩和する効果がありますその一方で対象品目の線引きが難しいなどの課題も残しました今回の引き上げ時から食料品などの税率を8%に据え置く軽減税率が導入されますこれに伴い1兆円程度の減収が生じる予定で 補填の財源確保が必要とされております一方、諸外国の160の国々が消費税を導入し運用していますが、その歴史と制度設計はしっかりしているものでございます。その税率でありますが、ヨーロッパ地方のハンガリーが27%、スウェーデンが25%、フランスやイギリスが20%、 ヨーロッパ地方の国が消費税率を軒並み20%を超えていますちなみにお隣の韓国は10%で中国では消費税に相当するものは17%であります特にヨーロッパ地方の内容をさらに確認してまいります高い消費税幸福し広国家といえばスウェーデンの名前が真っ先に上がると思いますスウェーデンでは税収の何に形を変えて国民に還元しているのかまず 学費は幼児教育から大学まで全て無料。医療費は年間の上限が設けられ、約1万2000円と決められています。また相続税がかかりません。次にフランスの場合20、20%高い消費税が課せられております。学費は幼児教育から大学まで無料。また軽減税率によって、 生活必需品や住宅関係、交通などの税率は五点五パーセントにまで抑えられています。その他新聞雑誌や映画演劇、医療費や一部の医薬品も同様二点一パーセントとなっております。失業手当はフランスでは CSP という求職者の雇用復帰支援策の制度があり、この CSP の利用では。 普段の給与の80%を失業手当として1年間給付し続けますさらに専門の機関で職業訓練が受けられるます次にイギリスの場合ですイギリスでも20%の消費税率が設けられていますしかしイギリスでも軽減税率によって食料品、居住用建物、家庭用上下水道、交通費、新聞などは0%となっています さらに、国民保険サービスの提供、公的病院の医療費は無料、それ以外の病院では、未成年の医療費は原則無料とし、大人は薬代だけ負担となります。また、公的病院には、支払いをする窓口すらありません。イギリスではこういった社会保障もあるようですが、同時にイギリス政府が定めた生活必需品などの軽減税率によって、税率のバランスを取っているようでございます。 そこで質問に入ります、まあ、いよいよ本年10月から社会保障と税の一体改革の下、消費税率が8%から10%に引き上げられます。それに伴い、低所得者に配慮する観点から、酒類、外食を除く飲食料品と、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞を対象に、消費税の軽減税率制度が実施されます。 軽減税率制度の複数税率への対応が必要となる中小企業や小規模事業者等には、複数税率対応レジの導入や受注発注、失礼しました、受発注システムの改修等を行う際に、その経費の一部を補助する軽減税率対策補助金の制度があります。市内の各事業者等は、この制度を活用し、準備していく必要がありますが、 市としての関わり方とこれらの状況をどのように把握しているのかお示しください消費税率引き上げの目的は増大する社会保障の安定財源を確保することにあるとされその一方で消費税は所得が低い人ほど負担が重くなる逆進性を持ちます低減税率の対象外である生活必需品への負担を和らげる支援策が必要であるとして国は購入額に 一定定額ををせして買い物がででききるプレミアム付き商品券の発行を行う予定であります購入限度額2万円で2万5千円分の買い物ができる商品券です。これは住民税非課税世帯と0歳から2歳の子を持つ世帯が購入対象となります。額面も1枚当たり500円や1000円などと小口で設定され、使い勝手が良い仕組みとなる予定です。有効期限は 年年年ののの月月からままでで半年間とされるようでありますがこのプレミアム付き商品券の販売方法や利用店舗の範囲など運用について市はどのように考えているのか見解をお示しくださいプレミアム付き商品券など今回の国の事業に合わせて市単独事業として消費喚起を促し商店街の活性化と商業振興のため 会津岡町商工会議所等と連携を図って、一般の市民も購入できるプレミアム商品券事業を立ち上げるべきと考えますが、見解をお示しください。普及を拡大させようとしているキャッシュレス決済、その決済時におけるポイント還元制度についてお伺いをいたします。現金ではなく、キャッシュレス決済で買い物をする際に、消費者にポイントを還元する新たな制度が導入されます。 ポイント還元の期間は2019年10月から2020年の6月までの9か月間とされるています具体的に中小の小売店や飲食店など買い物をする際にクレジットカードや電子マネーなどを決済した場合は最大5%分コンビニエンスストアなど大手チェーン店は2%分のポイントが付与される見込みであります消費税 引き上げの2%を超える還元率でかけ込み需要とその後の消費の冷え込みを防ぐとされていますポイント還元制度を開始するにあたってはより多くの店舗でキャッシュレス決済ができる仕組みを整えることが重要であると示されています本事業に対する市としての関わり方についてお示しをください自動車や住宅減税についてお伺いをいたします 自動車や住宅といった高額な耐久消費財は消費税率引き上げに伴う駆け込み需要やその後の反動源が生じると日本経済に大きな打撃とされていますこうした景気への影響を緩和するため自動車や住宅の購入について予算と税制の両面から対策が実施されることになりました自動車については廃棄量に応じて自動車税を最大4500円減税します この措置は恒久的なもので制度創設以来初めての減税でありますまた自動車所得税を廃止して代わりに燃費性能に応じて価格の0から3%課税する環境性能割が創設されます本年10月以降の1年間は1%軽減されます住宅に関しては 住宅ローン減税を現行の10年から13年に延長しまた購入を支援する住まい給付金も対象が拡大され最大50万円が支給されますさらに省エネ性などの一定基準を満たした住宅の新築に最大35万円相当リフォームに最大30万円相当のポイントを付与する制度も新設されますこれらについて市の関わり方と 地域経済への影響についてお示しください。次に、第項目の2番目、戊辰150周年記念について伺います。戊辰150周年記念授業は、儀の思いつなげ未来へ、戊辰150周年をキャッチグレーズとして、幕末から戊辰戦争における合図の儀を全国に発信してきました。また先人が残した合図の歴史や文化、そして先人の功績などを紹介し、 文化振興や観光誘客を図る事業として行われてきました。そこで質問です。昨年度の準備期間から、事業の総括と観光入り込みについてお示しをください。また、次の記念事業に引き継いでいかなくてはならない申し送り事項は何か、その認識をお示しください。母進150周年記念事業に合わせた取り組みで、 市内の児童・生徒に対し、評価理解を深める学習、歴史講話や地域の史跡の見学、母親150周年記念事業実行委員会主催による作文コンクールの実施のほか、市の歩みを構成に伝えていくなどの取り組みがなされてきました。150周年の教育を通して、子どもたちの歴史認識はどのような変化があったのかと考えているのか、その成果をお示しください。 次に大項目の3番目、雪対策についてお伺いをいたします。これまで市は限られた予算や人材、機会の中で除施設を行ってきました。都市化の進展や長引く不況、少子高齢社会の進行といった社会環境の変化によって、雪対策を取り巻く新たな課題が生まれてきています。今シーズンは暖冬でありますが、例年の積雪量を鑑みると、 このままでは市民が望む除雪体制を継続することさえ困難になるかもしれません。だからこそ今、地域で雪対策の内容や問題点を知ってもらい、地域力で対応することも求められています。行政、地域がどんな方法がよいのか、お互いに知恵を出し合い、協力しながら雪対策を進めていくことが大切だと考えております。一方で過日市民の 方から私にこんな相談がございました市内に住む A さんは行政から道路の歩道を新たに作るので道路に隣接する土地の提供を求められました A さんは道路を拡幅して歩道を作るのであれば快く承諾し提供しましたしかし歩道が出来上がってからが大変自分の家のすぐ脇が歩道になったためそれまで必要のなかった 屋根用の雪止め工事が必要になりました市に土地提供の後であり、特殊なケースでもあるので、雪止め工事用の補助制度がありますかと確認をしましたが、残念ながらありませんでした。A さんは、不特定多数の方が利用する道路であり、歩道です。万が一、落雪による事故が発生したら大変です。そんなことから、急遽雪止め工事を依頼し、取り付けました。 想定外の出筆でしたしかしながら、雪止めをしたからといって安心ではありません。大雪などで雪止め以上の積雪になれば落雪の心配もあります。また、新設された歩道は、福井が狭いので、機械除雪には入れません。したがって、現在、歩道除雪は A さんが定期的に行っています。A さん曰く、行政の求めに応じ土地を提供したものの、 歩道の除雪と落雪の心配をこれからもし続けていかなくてはならないこと、私の代でではなんとかなるが、これが子や孫の後世まで心配させる状況が続くのは嫌だというふうにおっしゃっておりました。そこで質問です。このように雪国合図として、屋根雪の処理に悩んでいる市民は多世帯に及んでいます。特に屋根形状が 道路や歩道に隣接していると落雪落雪事故の不安が絶えないものであります市として屋根雪の雪のを溶かすための電気温水式、えー、循環および散水式の融雪設備の設置屋根を自然落雪型の勾配に回収する工事屋根を無落雪型の屋根に回収する工事屋根からの落雪を防止するために行う屋根回収工事並びに 雪落雪防止装置の設置など、今後、これらの補助制度を設けていくべきと考えますが、見解をお示しください。以上上で壇上からの質問を終わります市長 豊川誠議員のご質問にお答えをいたしますはじめに、母神150周年記念事業の総括についてであります。母神150周年記念事業は、母神の歴史とともに先人の功績とその思いに光を当て、さまざまな記念事業を通して会津の奥深い歴史や伝統ある文化を再認識し、広く情報を発信する趣旨で実施してまいりました。 平成29年は準備期間としてロゴマーク及びキャッチフレーズの決定、ポスターやパンフレットの作成、ホームページの開設など、主に機運、情勢及び PR に努め、150周年を迎えた昨年1月からは、オープニング記念歴史講演会の開催をはじめ、特別映像の放映、オペラ白虎の上映、上演、さらには、 記念式典の開催などに取りり組んでできたところでありますまた各種団体においても、記念となるさまざまな事業が実施されるなど、多くの市民の皆様に参画をいただいたところであります。これらの事業を通して、改めて会津の歴史的意義を共有し、本市の礎を築いてきた先人の功績を検証し、敬意と感謝を表す機会となったものと認識しており、歴史的敬意や、 先人とととのののの関わりりりああるるゆかりの地さらなな交流にもつながったところでありま,すまた平成30年の観光客入り込み数は306万4000人となり東日本大震災以降では NHK 大河ドラマ八重の桜が放映された平成25年に次いで多い入り込み数となったことから観光遊客にも一定の効果があったものと認識しております。 さらに次の記念事業に向けましては、母集150周年記念宣言にも掲げておりますが、これまでの会津の歴史や先人の思いを受け継ぎ、さらに発展させるとともに、母集150周年を通じて培われたさまざまな方々との絆やつながりを引き継いでまいりたいと考えております。次に、子どもたちの歴史認識の変化についてであります。 郷土の歴史を学び、郷土を愛する心を育む学習として、平成27年度より、私立小学校の6年生、えー、全児童を対象に、歴史資料センター学べこや、院内5秒で学習する学べこツアーを実施しているところであります。また、小学校6年生の総合的な学習の時間に、郷土理解に関する学習を位置づけ、 の歴史認識の変容については、具体的に捉えることは困難ではありますが、継続的に学習の機会を位置づけていくことで、郷土の歴史に対する興味・関心が高まっていくものと考えております。今後、さらなる理解促進につなげていくため、小学校、6年生、中学校、それぞれにおいて、 母集の歴史に焦点を当てた学習を2時間程度位置づける計画を進めており、次年度からの実施に向け、現在、教育委員会において、学習指導案、学習指導資料の作成を行っているところであります。なお、その他のご質問については、副市長および主幹者よりお答えを申し上げます。副市長 お答えいたします消費税引き上げへの対応のうち、市内事業者の軽減税率対応への本市の関わり方と状況把握についてであります。今般導入される軽減税率制度におきましては、2つの消費税率が用いられることから、事業者間、事業者と消費者間の取引を円滑に行うためにも、複数税率に対応可能なレジの導入や、 自発中システムの改修等が求められるところであります昨年11月から12月にかけて、会津岡松商工会議所が会員事業所向けに実施した経営実態調査によりますと、軽減税率制度導入への準備状況について、準備が進んでいない旨の回答が7割以上を占めている状況にあることから、今後も関係機関と連携し、 軽減税率制制度度やそののの対策の必要性についいてて理解促進と補助制度の周知を図ってまいりまりす次に、プレミアム付き商品券の販売方法や利用店舗の範囲などについてであります。プレミアム付き商品券事業につきましては、国が消費税率引上げによる低所得者及び子育て世代の消費の影響を緩和するとともに、 地域における消費を喚起、下支えする目的で、平成31年度、住民税非課税者及び3歳未満の子が属する世帯の世帯主を対象に実施しようとするものであります。販売方法や利用店舗につきましては、国から運用基準が示されており、市といたしましては、国の運用基準に基づき、商品券1万当たりの額面や分割販売について、 利用者の利便性に配慮するとともに利用店舗につきましても広く呼びかける方向で事業実施を検討しているところであります次に市の単独事業としてのプレミアム商品券事業についてであります今回の消費税率引き上げに当たりましては国が負担軽減と消費対策としてキャ,キャッシュレス決済時における ポイント還元制度を導入することから、一といたしましては、低所得者や子育て世代を対象とする国の制度を活用してまいりたいと考えております。次に、キャッシュレス決済時におけるポイント還元制度への関わり方についてであります。キャッシュレス決済は、消費者に利便をもたらすほか、事業者の生産性向上など、さまざまな利点があるものと認識しております。一方で キャッシュレス決済は導入後の手数料など負担も生じることから事業者が正確な情報に基づき導入の判断が行えるよう関係機関と連携し補助制度等の周知を図ってまいります次に自動車及び住宅にかかる軽減,あ減税制度への関わり方と地域経済への影響についてであります本制度は消費税率引き上げ前の駆け込み需要や 引き上げ後の反動減などの需要変動に対する平準化対策として導入されるものであるため、一といたしましては、その効果が現れるよう、関係機関と連携し、本制度の周知を図ってまいります。また、消費税率引き上げによる地域経済への影響につきましては、国のさまざまな施策により、一定程度緩和,する緩和されるものと考えております。 建設部長お答えいたします屋根,屋根行き対策の補助制度については、積雪度が特に高いことにより、交通が途絶するなど、住民生活に著しい支障をきたしている特別豪雪地帯において、国の補助を活用し、制度化している事例があります。こうした取り組みは、落雪事故等の危険解消につながるものではありますが、 屋根の雪止めや融雪装置については、基本的には建物所有者等の責務であり、独自に制度化すべき緊急性や必要性等を緩和すると、整理すべき課題も多いと考えております。そのため、現時点では、支援制度創出を検討する段階にはありませんが、他市の情報収集に努めてまいります以上でございます。 それでは一定の答弁いただきましたので、再質問をさせていただきます。まず、消費税の増税関連でございますが、まあ、一定程度、国の方でさまざまな施策をやりつつ、それを動向を見ていくんだというような答弁だったというふうに思いますが、やはり平成26年の2014年にあのから3年間ですねあの、消費動向が冷え込みました。あの それぞれぞいろんなところが分析されておりますが、例えば日銀、大和総研、みずほ総研の調査がありましたで、私はこの3つちょっと見比べたんですが、例えば大和総研、5%から8%時の駆け込みと反動がとりわけ多かったのは、自動車と家電製品が非常に多かったというふうに分析されております。このの一度購入するると数年間は同じものを使い続けるために 飲食料品などのように継続的に消費する必要がないことが、この耐久消費財で大きな駆け込みと反動があったというふうにこの結論付けています。水保送券は、この今回10%になることに対して、消費増税で消費を再び低迷するかどうか、その鍵を握るのは、家計の体感物価と節約志向だというふうにおっしゃっています。どういうういいいこことかというととかわゆるる今回の10の消費税を上げることと 価格改定によって、えー、税込み価格の上昇があ出てくるわけなんですねでその体感物価の上昇率があこの家計に対して、えー、さらに影響を及ぼすというふうにおっしゃっています、まあ、ですので飲食料品など身近な品物が価格上昇は家計の体感価格への影響度が大きくて、えー、節約志向に強まっていくというふうにも水穂さんはおっしゃっています 日銀は非常に強気です。今回、2017年ごろから、いわゆる2002年から2007年まで、いざみという景気がございまして、その景気状況に戻ってきたゆえに、今回は過去3回に比較しても最も影響が小さいというふうに日銀はおっしゃっております。まあ こういった分析はありますが、本社会津若松市として、ですね、プレミアム商品券は独自事業でやらないというふうに今、副市長、申し上げましたけれども、まあ、それに代わることはしっかり準備をしていくべきではないかというふうに思うんですが、まずその点について、意見お伺いをいたします。観光商工部長、えー。消費税率引き上げの対策についてでございます。 あの国におきましては、今般の消費税率の引き上げに伴いまして、駆け込み需要やその反動減への対策といたしまして、さまざまな対策を講じることとしております。このような状況の下で、市といたしましては、商店街などにおける消費喚起を促すため、市商店街連合会が本年10月から年末にかけて実施を予定しております、消費喚起イベントに対して支援することで、 個人消費の拡大ですとか、あるいは商店街などの活性化を図ってまいりたいというふうに考えております<上>豊川誠議員。じゃあ、時間がないので、次、150周年の方の確認をさせてください。特にに、ね、私小中学学校生についてはあその座の まあ院内5秒等等の学べことでの学習っていうのはありますが、例えば我々昨年9.2には何をやってかやっていたかというと風間堂で式典に出ていたんです。その後はワシントンホテルでのいわゆるゆかりの地の方とのまあ式典またあったわけですね。子どもたちはその間子ども会中心にして長陳行列だったんです。そういったところに子どもたちを出していくっていう政策も。 必要ではないかというふうに思うんですが、最後、その点を伺いして終わりたいと思います教育長。えっと、地域学習につきましては、あの今の募集の150年の学びも含めまして、各小学校では6年生の総合的な学習の時間に合図の歴史に関する、 事業を位置づけてまして、それぞれにテーマを設定しながら調べ、学習に街に出たりなどしております。今、あのおっしゃられた提灯行列等の地域の行事についても、積極的に参加している子どもが多いものと思っております。今、あの学校で新たに取り組まなくてはいけない。学習活動も大変多くなっております。プログラミング学習とか、それから道徳の教科,科。 それから英語の、英語活動の強化化、そういう中で、こちらからあれもこれもっていう指示をなかなかしていくと、学校が非常に苦しくなっていきますので、そこらは十分にあの配慮したいと思いながら、郷土歴史の学習を進めてほしいと思います。特にににに先ほど本答弁ももありましたようう年生生それから中学生にもう一度合図の 母親前後の歴史を定着させたいということで、現在、2時間程度で学べる基本的なことの学習指導案、いわゆる学級担任の先生でも教えやすい指導案と、それに付随する資料を作りしてますので、それも役に立っててほしいなと思っております以上でございます。